今日も Vlog を撮っていきたいと思います。ヨーグルトを食べたいと思います。日本のヨーグルトこんな感じで、そしてアロエも食べていきたいと思いますね。ちょっと今この四国と香川のガイドブックは、ちょっと今の私のテーマが四国なので、ちょっとディスプレイさせていただきたいと思います。ね、フランスのパリオリンピック開幕おめでとうございます。そして松山英樹選手銅メダルおめでとうございます。ね、東京オリンピックの時はゴルフは埼玉県の川越の開催だったんですよ。あと トランプ大統領が安倍さんと接待をしたのも同じ川越のカントリークラブで、なので埼玉県でプレーをしてるんですね。皆さん3年前のオリンピックでは、なので松山英樹選手も川越に来てプレーをしてたということですね。私はゴルフプレイヤーではないので、ちょっとねそのカントリークラブにも行ったことないんですけれども、見えないよ全然見えませんよ。よいしょ。ちゃんです自己紹介してみて。11歳です。生まれたのは宮崎県ですね。そして私たちが会ったのは大阪のイオンで会いましたね。大阪のイオンペットね。そう、ブリーダーさんが宮崎なんですよね。そうなんです。もうでもね11歳だからね、心配だよね健康がね。よいしょ、アロエを入れていきたいと思います。ヨーグルトとか持ってるじゃないですか。だけどこれ別で買った方が、この果肉がねめっちゃ大きいんですよ。そうだからね、私は結構別で買うことが多いですね。今日昼間何してたの？フィッシュのゴミが入っちゃったかな。大丈夫？
はい、こんな感じで日本人女子はアロエヨーグルト結構好きな人多いですね。ね。それにしてもゴルフって本当に人気のスポーツですね。結構知り合いの方ゴルフする方多いですね。そう、なんかでもゴルフもセンスがあるっていうじゃないですかね。それにそしてなんかね、私もね何回もゴルフやりたいなって思ったことあるんですけれども、あのね、知り合いの方と一緒に出かけたり楽しそうじゃないですか。しかも行く場所が結構高級リゾート地だったりするんじゃないですか。だからね、そういう紳士淑女のたしなみとしてゴルフができたらなんて素敵なんだろうって思って、なんか本気でやりたいなって思ったことはあるんですけれども、なかなかねゴルフってハードル高いじゃないですか。ね、打ちっぱなしで練習をして、でコースに出るのが一苦労で、コースに出てもまあその何だろう、人と一緒にプレーをできるようになるまでがまた一苦労っていう、人にね迷惑かけちゃうから、ちゃんと出す何だろうな、数多くなっちゃうと人を待たせちゃうことになるのでっていうのでね、そう私も。ちょっとね、そう紳士淑女のたしなみとしてちょっとやりたいなって思ったことはあるんですけれども、結局ねゴルフクラブ多分1本買いますね。昔打ちっぱなしこれで行こうと思ったんですけれども、なんかねそうこうしてるうちに仕事が忙しくなっちゃったりして、結局買えなかったりして、そうなんですよ。そうね、今も結構家の近くに練習する打ちっぱなしだったりだとかスクールとかもあるじゃないですか。やっぱりフォームって私結構こだわるタイプなんですよね。なんだろうな、水泳とかもフォームこだわるし、スポーツとかもね結構勝ち負けも大事だと思うんですよ、もちろん。だけど私フォームも結構気にするタイプなので、だからゴルフもなんかフォームをねやる、どうせやるなら綺麗にやりたいなって思って、まあそうね、どうせやるならスクールに通ってやりたいなとか思うんですけれども、そう結局ね、なんか続かなそうだなと思って手を出していません。そうで、しかもねゴルフってお金のかかるスポーツっていうじゃないですか。そう打ちっぱなしとかそのくらいまではね全然かからないと思うんですけど、やっぱりお相手の方がやっぱりねゴルフやる方って結構世代が上の方の方が多いので、結構なんだろう、紳士的でなんだろう、まあ、裕福な方がやること多いじゃないですかゴルフって。だからやっぱりねお付き合いでどこかのカントリークラブに行くぞって遠征になったら、まずその飛行機代とか移動代がかかるじゃないですか。でそのゴルフのコースを借りるのにお金かかる、まあでご飯食べるくらいですかね。あとはまあご飯食べる時もまあねちょっとファミレスとかっていうわけにいかないと思うので、まあ、ちょっとしたレストランで食べるじゃないですか。そういうね紳士的な方とその接待するときにはね、もちろんそういう紳士的な方も普段はね違うファーストフードとか安いの食べてる時もあるかもしれない、まあ、接待の時ってなるとやっぱりねいいところで食べるじゃないですか。だからねそれを考えたらね、そうしかもゴルフで例えば宮崎に行くとか沖縄に行くってなったら、そのゴルフクラブはまた別でその飛行機で荷物代かかったりするじゃないですか。だからね、そういうのを考えたら、いや私絶対に続かないなと思って、はい、いやもちろんねすごいね魅力的なスポーツなんですけれども、まずそうお金もかかるし、まず打ちっぱなしでフォームをきれいに打てるようになるのにもかかるし、そこからコースに出るのもかかるし、コースに出て人並みに迷惑をかけないくらいまでそうできるようになるまでにも時間かかるし、そうだからそういうなんだろうな、長い視点で
視線で考えた時にお金も多分すごいかかるし、まあ趣味って何でもお金かかると思うんですけど、でもその趣味の中でもすごいかかるじゃないですか。だからお金もかかるし時間もすごいかかるしとかね、いろいろ考えたらね、とても手が出なかったですね。でそうこうしてるうちに、その周りのお知り合いの方とか、結構皆さんゴルフをされてる方が多くて、あの、なんだろう、話聞いてるだけで結構楽しめたりしてますね。そうだからね、まあ本当はね自分もできたらいいんですけど、まあルールも私知ってる知らない、そうルールもね覚えなきゃいけないのもなんかねちょっとネックだったんですよね。そうだから、そう周りの方が出かけてっていう話を聞くのは楽しいですね、ゴルフ。あとはね、たまにテレビで松山英樹を見る、あとは女子ゴルファーを見るで楽しめますね、ゴルフ。ゴルファーもなんか日焼けとか大変そうですよね。なんかなんだろう、こういう帽子とかかぶってね、とかあとね日傘とかさすんでしょうけれども、でもみんな真っ黒ですもんね。そう大変だなって思いますね。でまあもちろん野外でやる醍醐味もあると思いますし、そう日焼けはね大変そうだなってすごく思いますね。ちょっとポテトチップスをつまもうと思います。今このフライドポテトシリーズにハマっています。食塩不使用、これいいですよね。食塩不使用って何グラムなんだろう、使用 0.1 から 0.2 グラム、こういうのってあれなのかな、高血圧の方とかね、いいですよね食塩不使用。バターと黒胡椒とかで味付けしてるんですって。ちょっと手で食べちゃおうかな、箸置いてきちゃう。これお塩入ってないって、ポンちゃん食べたら平気なの？いいか、食べないね。
こんな感じでちょっと日常の Vlog を撮ってみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching today's video. See you on the next one. Bye bye. 折れたくんでしたね。宮崎生まれですね。そしてイオンペットにいましたね。ちょっと目よかったね。ちょっと目でよ、ジャックまで。